じさま。私と共に最高のステージを作りましょう。もう少し近づいてもよろしいでしょうか。いえ、やはりこのようないい雰囲気の場所ではカップルを装うのが自然かと。変でしょうか。私はこの時間を過ごすために生きているのでしょう。主様の隣にはまだまだ不釣り合いですから、今後も精一杯努力する所存です。いつの日か私もウェディングドレスに身を包み永遠の愛を誓いたいと。いえ、主様を前にしてそのような軟弱なことを言ってはいけませんね。今日は剣の稽古でデルタに一撃食らわせたんです。転んだ弾みに手放した剣がデルタにヒット。その後ひどい反撃に遭いましたけれど、イプシロンがベータを睨んでいることがあるのですが、眼差しの鋭さはまるで獲物を睨む鷹のよう。二人の間に一体何が？申し訳ございません。少し考え事をしておりました。見に来てくださって嬉しいです。あなただけに特別な姿をお見せしますね。あら、シド君じゃありませんか。もしかして私が夏目先生の新刊を手に入れたと聞いて
早速私のところにいらしたのですね。いいえ、隠さなくてもいいのですよ。夏目先生のご本は男性の方にとっては手に取りにくいのでしょう。せっかくです。同じ夏目先生のファン同士、これから語り合えませんか？それに私たちのこれからのことについても一度ゆっくり話したいと思っていましたしね。いい考えだと思いませんか？もっとお話ししたいです。あなたのこと教えてくれません？シド君、聞いてくれますか？私今少々動揺しています。告白されてしまいました。その下級生の女子生徒から。同性からなんて本でしか読んだことありません。もう見捨てないで、今日は置いてかないで。見に来てくださって嬉しいです。あなただけに特別な姿をお見せしますね。焦る気持ちもわかりますけど、戦いに備えることも大切ですよ。ゆっくり見て回りませんか？私たちは次のステージへ進むことになるでしょう。でも大丈夫、あなたと私なら。シード、隠れても無駄よ。まだ追ってきてるの？なんという執念深さ。今日は一緒にランチするって約束したわよね。ほら、さっさと出てきなさい。あれは約束っていうか脅迫であって、とにかく今捕まったらいろいろ面倒なんだよね。だがこの前見つけたモブ的隠れスポットに入ってしまえばこっちのもの。あとは嵐が過ぎるのを待って。あら、シド君、どうしてここに？ローズ先輩、どうしてこんなモブっぽい、いや、ひっそりした場所に？一人で考え事をしたいとき、よく使うのです。まさかシド君もこの場所のことを知っているなんて。これも運命の導きでしょうか？相変わらず怪しい何かにはまっておられる。いえ、運命などではありませんね。悩んでいる私を見てシド君が駆けつけてくれた、そういうことでしょ？ん？であれば包み隠さずお話ししなければいけませんね。聞いてください。今ちょっと忙しいので僕は。シド、この辺にいるんでしょ？お姉ちゃんはお見通しよ。姉さん、この声、シド君を探しているようですが。もう少しここにいます。そうですか。ではついでにお話でもしていきましょう。実は学園の記念式典でどのような催しをすべきか悩んでいまして。は、生徒会長自ら出し物をするのが代々の習わしなのですが、恥ずかしながら
何をすればいいか見当もついていないのです。まあローズ先輩らしいことでいいんじゃないですか。剣舞とか。それも考えましたが、せっかくなら生徒も楽しめる催しにしたいと思います。よろしければ一緒に考えてくれませんか。シド君ならきっといいアイデアをお持ちでしょうから。そう言われましても、正直式典とかどうでもいいんだけど、でもここから離れてまんまと姉さんに捕まるのも避けたいところ。まあここは適当な案を出してそれっぽく乗り切るとしよう。歌って踊るとかどうでしょう。ふむ、カブということですね。確かにそれならば生徒も楽しめるでしょう。ただ私一人で全校生徒を満足させられる何かを作れと言われると正直自信がありません。もう一人共に舞台に上がってくれる方がいれば、それと影から支えてくれる人がいれば心強いのですが。影から支える。もしシド君が支えてくれればどんなことでも頑張れると思いまして、よろしければ引き受けていただけませんか。つまり影のプロデューサーということか。悪くない。彗星のごとく現れた謎の人気アイドル、その裏には的確な指示でヒットを量産する影のプロデューサーの存在があった。的な実力者とはちょっと違うけど、たまにはこういう路線も面白そうだ。わかりました、僕でよければ手伝。本当ですか。これから式典まで二人三脚で舞台を作り上げていきましょうね。いや、もう一人舞台に立つ人を見つけなきゃいけないんですが。そうでした。ではそちらも二人で手分けして探しましょう。式典の成功はもちろんだけど、それだけじゃ面白くない。ローズ先輩を学園の、いやこの国のトップアイドルに導いてみせる。そう、影のプロデューサーとして。私たちは次のステージへ進むことになるでしょう。でも大丈夫、あなたと私なら。シャドウ様の忠実なる下僕として、全て破壊は排除する。研究の邪魔許さない。さすがですね、ベータ。シャドウ様にみっともないところを見せられないもの。見に来てくださって嬉しいです。あなただけに特別な姿をお見せしますね。まずはローズ先輩のペアを誰にやってもらうかが問題だな。ローズ先輩と一緒にステージに上がって引けを取らない相手となると、やっぱりアレクシアとか。でもあの王女様がアイドル活動なんてしたらいろいろややこしくなりそうだし。私がどうかした？もうこんな時間か、そろそろ教室に戻らなきゃ。待ちなさい、私に何か話したいことがあるのよね。何のこと？忙しいから僕はこの辺で。ローズ先輩に何か頼まれたんでしょ？式典に一緒に出る相手が必要だって。なぜそれを？その反応どうやら図星みたいね。なぜって、ローズ先輩から直談判されたんだもの。その時は保留ってことにしておいたけど、あなたも関わってるなら話は別よ。こんなに楽しそうなことそうそうないもの。でも私って結構忙しいじゃない？本来なら参加できそうにないんだけどねえ。ポチがどうしてもって言うならやってあげてもいいわよ。あ、間に合ってるんで結構です。まったく素直になりなさいよ、困ってるくせに。自分が出たくて仕方ないだけでしょ。何か言った？何も。はあ、まあいいや、
そこまで言うならやってもいいよ。ふーん、あくまでそういう態度なのね。ちなみにやることになったら活動資金は出してあげるわよ。ぜひお願いします、大姉様。最初からそう言えばいいのよ。私が関わったからには大船に乗った気持ちでいなさい。よし、これでメンバーは揃った。じゃじゃ馬だけど資金調達ができるなら言うことなし。というわけでアレクシアにも協力してもらうことになりました。あの時のお話、前向きに考えてくださったのですね。ありがとうございます、アレクシアさん。まあそんなところです。とにかく力を合わせて素敵な催しにしましょう。ええ、もちろんです。シド君もありがとうございます。うまく説得してくださったんでしょ。そんなところですかね。謙遜しなくていいのですよ。さすがシド君。いえ、プロデューサーでしたっけ。プロデューサー。なんでも今回の彼のような役職を指す言葉らしいです。へえ、なるほど。っていうか、この二人ってどういう関係なのかしら。生徒会長と一生徒って感じでもなさそうね。まあ何でもいいわ。私がどれほど魅力的か今回の舞台でポチに分からせてあげるんだから。それでは早速ですが、来たる式典に向けて準備を進めてまいりましょう。まずは衣装について話し合いたいと思うのですが、お二人ともいかがでしょう。いいと思います。制服だと芸がないですし。アレクシアと同意見で、早めに作って着慣れておかないと。ありがとうございます。ではすぐにオリアナからトップデザイナーを招いてデザインを決めましょう。オリアナからってちょっと悠長じゃないですか。デザイナーなら私からすぐに手配できますが。オリアナのデザイナーはファッションの最先端を行くものです。多少時間がかかっても招くべきかと。最先端が理解されるとは限りません。ここはミドガルの伝統と文化を知り尽くしているデザイナーの方が向いています。アレクシアさんの言い分も理解しています。であればプロデューサーに決めてもらいましょうか。僕、まあ確かにここはプロデューサーの出番かな。そうだな、実は僕の知り合いの友達のお母さんの上司の奥さんの弟さんの婚約者のお抱えデザイナーがいるんだ。かなり腕がいいし仕事も早いって評判なんだよね。僕もたまにお世話になってるし頼んでみる。ずいぶん遠い関係だけど、その人信じていいのかしら。私は問題ありませんよ。シド君のお知り合いなら安心です。そうそう、それとダメだった時のためにアレクシアおすすめのデザイナーも押さえておけばいいんじゃない。まあそれもそうね。それじゃ任せたわよ。あんまり期待してないけど。誰に頼むかは決まったとして、どんな衣装にするかは考えておかないと。私たちは次のステージへ進むことになるでしょう。でも大丈夫、二人でなら大丈夫です。力を示します。突破口は私が開きます。みんな私についてきてください。追いに来ます。追いに来ます。追いに来ます。この勝利に正しいものにさ、私は歩み続けるわ。見に来てくださって嬉しいです。あなただけに特別な姿をお見せ。王と武神流の力、とくとご覧なさい。戦いの果てに求めるものがあるならば。ありがとうございます。ありがとうございます。ここでありがとうございます。お
疲れ様でした。私たちの力をもってすれば当然の結果です。見に来てくださって嬉しいです。あなただけに特別な姿をお見せし、衣装の方向性か。前世でも別にアイドルに詳しいわけじゃなかったからな。記憶を頼りにしつつ、ここでの世間一般での受けも考えなきゃいけないし、まずはここの調査だな。とりあえずこの世界でのごく一般的な意見を遠慮なく言える人となると、ローズ会長に好きな衣装を着せるならね、そいつは超難問だぜ。いいんですか？本当に何を着せてもいいんですか？もしもの話だけど。水着です。紐みたいな水着一択ですよ。ローズ会長なら似合います、絶対に。なんですかヒョロ君、今笑われた気がするんですが。分かってねえな、ジャガー。お前は何も分かっちゃいねえ。こういうのはな、ギリギリ見えるか見えないかだろ。そうでした。僕たち紳士の地平線は隠されたものの先にある。そういうこった。一緒に見ようぜ、ギリギリのその先をよ。ギリギリ、ギリギリ。ダメだこいつら、何の参考にもならない。まあ、あとは僕の記憶と向こうのセンスで何とかしてもらうしかないか。それで私と三つ星にお声をかけてくださったと。主様じきじきに相談を持ちかけてくださるなんて、なんたる栄誉でしょうか。このガンマ、誠心誠意ご期待に応えましょう。そんなに重いことでもないけど、とりあえずよろしく。それではイメージを固めていこうと思います。いくつか質問よろしいでしょうか。うん、わからないことは何でも聞いてよ。ありがとうございます。まずはそのアイドルというものについて教えていただけますか。そうだな、笑顔と歌とダンスで人に元気を与えて愛される存在とか。なるほど、女優やオペラ歌手のようなものでしょうか。それよりは大衆向けというか、悪く言えば俗っぽい、よく言えば身近な感じかな。大衆向けの身近なドレスということですね。それなら三つ星でもブランド展開をしており。ああ、またまた。身近でダンスも踊りはするけど、ドレスではないんだよね。と言いますと。落ち着いた華やかさより可愛らしい華やかさが欲しいかな。学生服っぽいニュアンスも結構ありかも。確かに学生服でしたら身近な印象は出ますね。では最近人気のセーラーカラーを取り入れたものなどはいかがでしょうか。ちょっと普通かな。明らかに狙ってますって感じもあるし。ファッション界に一大革命を起こすと言われたセーラー服が普通。やはり主様の目には眼前の小さな流行など映っていないのだわ。その視線の先を理解できない自分が憎い。別の案が聞きたいんだけど、やっぱり難しいかな。でもこれは僕じゃできないことなんだガンマ。今の僕には君しかいない。え？それはつまり。妥協はできない。アイドルにとって衣装は命、稼ぎに大きな差が出ると言っても過言じゃない。とはいえ僕に服飾の技術やセンスはないわけで、そうなれば頼れるのはガンマしかいない。あ、主様、このタイミングでそのようなことをおっしゃるなんてずるいです。え？まあ確かにガンマだけに任せるってのはちょっとずるかったかもね。僕も一緒に頑張るからさ、ここは共同作業と行こうか。共同作業？主様の強い眼差し、本気なのよね。そんな私でいいのかしら。
いいえガンマ、主様は私をご指名してくださった。ならば私は二人の共同作業心を込めて行いましょうね。あ、おう、よろしく頼むよ。知り合いの友達のお母さんの上司の、まあそんな感じのデザイナーが形にしてくれたけど、着心地はどう？可愛らしいデザインですね。それに動きやすい。斬新というか見たことない服ね。なかなかいいんじゃない？うんうん、それならよかった。この細かな衣装やこだわりがデザイナーさんの淡い心を感じられますね。そうですね、なんとなく気持ちがわかるというか。へえ、よくわからんけど、二人とも着慣れない衣装だと思うし、しばらくはこれを着て練習したらどうかな。ええ、こんな素敵な服で練習できたらやる気も出てきますね。衣装はこれで決まったとして、次は歌って踊れる曲が必要よね。確かにそうだね。じゃあ今度は同じクラスの父親の部下の隣の家のそんな感じの作曲家に。今度こそ私に任せなさい。最高に美しい曲を用意してあげる。うん、わかりました。曲についてはアレクシアさんに一任します。楽しみにしていますね。大丈夫かな。私たちは次のステージへ進むことになるでしょう。でも順番、戦いの果てに求めるものがあるならば。ありがとうございます。邪魔して嬉しい。こんにちは。くださって嬉しいです。あなただけに特別な姿をお見せ。しかしかな、突破口は私が開きます。みんな私についてきてください。ありがとうございます。邪魔して、ありがとうございます。強い、ありがとうございます。お疲れ様でした。私たちの力をもってすれば当然の結果です。見に来てくださって嬉しいです。あなただけに特別な姿をお見せします。力を引き出します。突破口は私が開きます。みんな私についてきてください。おいにちは。次、ありがとうございます。嬉しい。待って、ありがとうございます。嬉しい。お疲れ様でした。私たちの力をもってすれば当然の結果です。見に来てくださって嬉しいです。あなただけに特別な姿をアレクシアさん、頼んでいた楽曲の件いかがでしょう？もちろん完璧です。お抱えの宮廷作曲家に作ってもらいましたから。では楽譜をお借りして少しピアノで弾いてみましょうか。ポチも覚悟して聞きなさい。私のありとあらゆる要望を詰め込んだ曲なんだから。わあ、楽しみだな。うん、楽しみで仕方ない。この世界の音楽感をぶち壊す瞬間がね。あら、これは可愛らしくも複雑な旋律、それにこの独特なリズムと早めのテンポ。こんな曲初めて弾いたわ。それなのに
すごく楽しい気分。あれ、なんだか思ってたのと違う。これはこれでいい曲だけど。この曲は以上ですね。さすがローズ先輩、いい演奏でしたね。アレクシアが作らせた曲もすごく良かったよ。そうね、まあ当然よ。ええ、本当に素晴らしい曲です。見たこともない譜面でしたが、楽しく明るい雰囲気がこちらにも伝わってくるようで。それに書き込まれた歌詞もいいですね。誰かを後押しし笑顔にできるような内容が今回の出し物にぴったりです。え、歌詞？あの音楽家そんなところまでやってくれてたのね。いやー、ほんとすごいな。うん、感動したな。まあそれも影のプロデューサーが用意したわけなんだけど。アレクシアは任せなさいとか張り切ってたけど、この世界の音楽であることを考えると、うん、間違いなくクラシックになる。ここは僕がアイドルソングを作らねば。ヒット曲を参考にしつつそれっぽく仕上げて、細かい部分と譜起こしはイプシロンにお願いして、で、歌詞はなるべくポジティブに。影の実力者っぽい意味深な言い回しは今だけ我慢。振り付けがあることも考慮しないとな。でもあの二人の身体能力なら大抵のことはできそうだし、ここは遠慮せず。よし、大体できた。あとはイプシロンに頼めば完璧。うん、こうしてアイドルのピンチを一つ一つ解決していく。我ながら完璧なプロデューサームーブだ。なんであなたが誇らしそうなのよ。作曲を頼んだのは私なんだけど。まあまあ、無事に曲はできたことだし、あとは歌とダンスの練習あるのみだよ。ダンスね。曲を聴いた感じ、今まで見たこともない振り付けになりそうだけど。あの、よろしければ振り付けは私に任せていただけませんか。ここまでお二人には助けられてばかりです。私も何かお役に立たなくては。いや、そんなに気を使ってもらわなくても。僕の方で簡単な振り付けは考えてるわけだし。まあ先輩がそう言うなら任せてもいいんじゃない。かなりやる気になってるし。じゃあ軽くでいいので曲に合わせて踊ってみてください。ピアノは僕がそれっぽく弾きますから。ありがとうございます。ではまず剣を持ちまして。アイドルが剣を持つのか、それはそれでありかもしれないけど、まずは王道アイドルを極めないとね。僕にはこの二人をトップアイドルにする壮大な野望があるんだから。とはいえここで全否定してローズ先輩のやる気を削いだら元も子もないし、やんわり自然に振り付けを伝えるには。なんだか疲れちゃったな。足元がおぼつかないや。あ、よっとっとっと。からの、今日も太陽が眩しい。にっこり笑顔になっちゃうな。はい、急にどうしたのよ。保健室にでも行けば。お待ちください、アレクシアさん。今のシド君の動き、ダンスに取り入れてはいかがでしょう。斬新、されどリズミカルで美しいステップと振り、これこそ曲にふさわしいはずです。もう一度曲に合わせて踊ってみましょう。本当ですか。はい、偶然かもしれませんが素晴らしいヒントをシド君にいただいてしまいましたね。あ、いえいえ、そんなことないですって。なんとか伝わってよかった。二人とも運動神経はいいし、あとは練習あるのみだよね。なんか忘れてる気がしなくもないけど。私たちは次のステージへ進むことになるでしょう。でも大丈夫。オートを振りきます。実験したい。オンにします。お疲れ様でした。私たちの力をもってすれば
当然の結果です。私たちは次のステージへ進むことになるでしょう。でも大丈夫、王妃行きます。戦いの果てに求めるものがあるならば、オンに来ます。ありがとうございます。力の使い方にも慣れてきました。見に来てくださって嬉しいです。あなただけに特別な姿を、力を示しに行きます。戦いの果てに求めるものがあるならば、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。この勝利を正しいものにさせ、私は歩み続けるわ。来てくださって嬉しいです。あなただけに特別な姿をお見せ。おかしいわね、かなり練習してるはずなのに。はい、なんというか納得のいく出来には程遠いですね。プロデューサーから見てどうでしょうか。正直な感想をお聞かせください。そうだな、まっ全く息が合ってない。逆に感心するレベル。こんなに揃わないことってある？とりあえずローズ先輩は視野が狭くなってるかな。一緒に踊ってるアレクシアのことが見えてない感じ。それは確かに。アレクシアはなんというか型にはまりすぎ、窮屈な感じが出ちゃってるよ。そんなことないはず。この反応、やっぱり二人とも分かってるんだ、自分の何がいけないのかを。でも直し方が分からない。そんなところかな。これについては僕がどれだけ言葉を並べたところで理解できるようなものじゃないし、かといってこのクオリティのものを出すのはちょっと、なんとかしなきゃ。この魔力、とにかく練習しつつ改善を…って…シド君？来る隠れなきゃ。来るって何のこと？シド！この声、クレアさんでしょうか。ずいぶんお怒りのようですね。まずい、この二人といるところを見られたら僕がやろうとしていることを吐かされる。そうなったら僕のプロデューサー生命終わるかも。はあ、ここまで来てそれはないでしょう。ここは息を合わせてシド君の存在を隠し通すしかなさそうですね。頼みました。僕は窓から脱出しておくので。シド、どれだけお姉ちゃんとの約束を破れば気が済むのかしら。ってローズ王女とアレクシア王女、そんな格好してどうしたのよ。これには少々事情がありまして、あまり深くは聞かないでいただけると嬉しいです。ふん、まあいいわ、黙っておいてあげる。それよりシドよ、この部屋に入っていくのを見かけたんだけど。さあ、見間違いじゃないですか。そんなわけないでしょ。この私がシドを見間違えるはずないじゃない。もしかしてまたシドのことをたぶらかしてくれたのかしら。それを知られたくなくて。お待ちください、先ほど申し上げた通りこの衣装には深い事情があります。ですので
こうして秘密裏に準備を進めているのですが、手伝ってくれる方もいまして。はあ？それが何だっていうのよ。裏で物事を進める以上、お手伝いの方は地味な雰囲気の方を選んでいます。ですよね、アレクシアさん。ええー、黒髪で目立たない、何の特徴もない地味な男子生徒なので。そいつと見間違えたって言いたいわけ？そうですね、ちょっと言いにくいのですが。へえ。もちろん外見に特徴はなくても、シド君には綺麗な心という特徴がありますよね。アレクシアさんもそう思うでしょ？え？まあ綺麗な心というか、綺麗な金色が好きというか。それ本当に思ってる？はい。まあ、シドをたぶらかしたなりには分かっているようね。いいわ、今日のところは信じてあげる。ありがとうございます。ただし、今後シドのことを誘惑したら、分かってるわね？ええ、分かっています。ふん、ならいいわ。それじゃ。なんとかなりましたね。私に振られた時はヒヤッとしましたけど、アドリブで話を合わせられたのが良かったのかもしれません。アレクシアさんなら大丈夫だと信じていましたよ。お、二人ともその感じを忘れずにね。うわ、急に出てこないで、びっくりするじゃない。シド君、その感じというのは？歌とダンスも今みたいに息を合わせたらいいんじゃないかなって。自分勝手に動くことと相手のことを信じてのびのびやることは違うしね。なるほど、そう言われると納得です。素晴らしい助言、ありがとうございます。なんかプロデューサーって感じの発言しちゃって。まあ一理あるんじゃない？これで歌とダンスについてはなんとかなるかな。でもまだこれだけじゃ足りないな。二人を生かすアイドルとしてのスパイスが必要だ。つまり私たちは次のステージへ進むことになるでしょう。でも心に参りましょう。大切なものを守るため、私は行きます。ありがとうございます。次、ありがとうございます。お疲れ様でした。私たちの力をもってすれば当然の結果です。私たちは次のステージへ進むことになるでしょう。でも大丈夫、力を使う。突破口は私が開きます。みんな私についてきてください。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様でした。私たちの力をもってすれば当然の結果です。見に来てくださって嬉しいです。あなただけに、特見に来てくださって嬉しいです。あなただけに特別な姿をお見せしますね。焦る気持ちもわかりますけど、戦いに備えることも大切ですよ。ゆっくり見て回りませんか？オート行きます。戦いの果てに求めるものがあるならば。ありがとうございます。次、ありがとうございます。ここで、ありがとうございます。
れ様でした。私たちの力をもってすれば当然の結果です。見に来てくださって嬉しいです。あなただけに特別な姿を。ついに本番ですね。ええ、アレクシアさん、緊張していますか？そうですね、正直言って私も同じです。でも公務とは違うこの緊張を楽しんでいる自分もいるのです。今日この日まで頑張ってきたのですから、あとは楽しんでやるだけ。シド君、プロデューサーもそうおっしゃっていました。そういえば、あのプロデューサーはどこに行ったのかしら。本番前なんだから声くらいかけに来なさいよ。なんでも会場で準備があるとか、サイリウムというものを配っているようです。とにかく私たちがやるべきことをやりましょう。もちろん笑顔は忘れずに。ええ、では笑っていきましょう。なあ、今日って何の集会だっけ？学園のなんたら記念らしいですよ。よくわかりませんけど。へえ、めんどくせえ。運営は生徒会らしいですし、堅苦しい挨拶で終わるんじゃないですかね。だとしたらこの光る棒は何なんだ？魔力に反応して光るとか言ってたけど。確かに、何でしょうね。お待たせいたしました。これよりローズ・オリアナ、そしてアレクシア・ミドガル両名のパフォーマンスを行います。皆様、大きな拍手でお迎えくだ。パフォーマンス？堅苦しい挨拶じゃねえのか？うわぁ、ヒョロ君、見てください、お二人の格好を。皆さん、本日はこうしてお集まりいただき本当にありがとうございます。記念すべき今日のため、アレクシアさんと用意したステージ、最後までお楽しみください。それじゃあ早速ミュージックちょっと待った。この式典乗っ取りに来ました。ステージは今から私のものです。なんですって？あなた何者ですか？答える義理はありません。まあ、泣きぼくろの可愛い謎の銀髪エルフ美少女怪盗とだけお答えしておきましょうか。いや、どう見ても夏。違います。おいおい、どういう展開だ？わかりません。ですが、あの怪盗、僕の壁にグーッと来ましたよ。おお、みんなざわざわしてるな。うん、想定通り。あの二人のステージを邪魔するですか？ああ、もちろん邪魔するふりね。このステージは私がいただくわみたいなノリで登場してさ。で、二人がベータをやっつけてくれれば、戦ったら強くて、しかも可愛いアイドルの誕生って感じで盛り上がると思うんだ。なるほど。わざとやられるとして、衣装はいかがしましょうか？まあ、それっぽい格好に仮面でもつけておけばいいんじゃない？そこはベータに任せるよ。それっぽいですか。承知しました。主様公認で、あの王女に仕返しできる日が来るなんて。まあ、期待してるよ。なんとなく不穏だったけど、とにかくベータがそれっぽく暴れてやられてくれれば OK。 二人ともお覚悟を。特にアレクシア王女、何か恨みを買っているようですが、心当たりは？いえ、特には。なんてずうずうしい。これでも食らいなさい。何してんのよ、危ないじゃない。
このステージを奪ってみせます。あの方を強引に奪ったあなたのようにね。あの、やっぱり何か恨んでいるようですが。いや、私もよく分かってなくて。あれ、ベータなんかマジになってない？ちょっと煽ったらすぐやられてもらう予定なんだけど。泥棒猫はそうやってすぐに忘れるんです。だから何のことよ。いい加減にしなさいよ、ナツ。だから違うって言ってるでしょ。あの、アレクシアさん、それに怪盗のあなたも、どうぞ冷静に。なんかヒルドラみたいな空気感になってるけど、本当になんで？とにかくシリアスすぎる雰囲気になる前に、なんとかエンタメとして盛り上げなければ。影のプロデューサーとして、一人のモブとして、僕ができることは頑張れー。オーニョ様、頑張れー。この情けない声はシド君？そうだ、二人とも頑張れー。私たちは応援することしかできないけど、とにかく頑張ってー。ポチの応援が呼び水になって大きな歓声に。ずるい、私だって主様に応援されたいのに。でもここであえて悪役を演じるのが主様のご命令。まずは任を全うしなくちゃ。アレクシアさん、ここで怪盗を倒して私たちのステージを取り戻しましょう。もちろんです。息を合わせていきましょう、ローズ先輩。私たちは次のステージへ進むことになるでしょう。でも大丈夫、あなたと私なら。王都武神流の行きます。突破口は私が開きます。みんな私についてきてください。シャドウ様の前に立ちふさがる者は全て排除する。申し訳ありません。この勝利を正しいものにされた。私は歩み続けるわ。息の合った動きと軽い身のこなし。なるほど、この日までの努力がよくわかりますね。そうよ、今日まで頑張ってきたんだから、これ以上邪魔はさせないわ。ええ、もう邪魔はしません。その努力の結晶、存分に披露してくださいね。でも忘れないでください、あなたがまた妙なことをしないかいつだって見ていますからね。それでは。待ちなさい。どういうことよ。アレクシアさん、あの怪盗のことは警備員の方にお任せしましょう。それより見てください、応援してくれている皆さんの方を。え、さすが会長とアレクシア王女だ。あのかっこいい戦いぶり、惚れないわけないだろう。可愛いだけじゃなくて、あんなに強いなんて。二人とも大好きです。この歓声も光の海も全て私たち二人に向けられたもの。そうですね、本番はこれから、もっともっと盛り上げていきましょう。よしよし、ちょっとだけバトルが長引いたけど狙い通りの盛り上がりだ。あとは二人の晴れ舞台を待つのみ。さあ、思いっきりやっちゃってよ。皆さん、お待たせしました。ここからは再び私たちのステージをお届けします。それじゃあ改めてミュージックスタート。アレクシアさん、あんなに楽しそうに。私も負けないくらい楽しませてもらいますよ。ローズ先輩、綺麗。でも私だって同じくらい目立ってやりますから。
人とも練習通りの、いや、それ以上のパフォーマンスになってる。生徒たちの盛り上がりと一体になってるって感じだ。ベータとサイリウムを作ってくれたイータに感謝しなきゃね。ジャガ、見えたか？見えません、ヒョロ君。バカ、もっとローアングルじゃなきゃ見えねえだろ。こういうのは体を張ってなんぼだ。でもこれ以上は誰かに踏まれてますって。邪魔よ、あなたたち。こいつら。これにて私たちのステージは終了です。皆さんありがとうございました。ちょっとハプニングもあったけど、楽しんでもらえたかしら。これ売れるな、この熱狂ぶり。今日だけの特別ステージで終わらせるのはどう考えてももったいない。学園初のアイドルとして世界に売り込むべきだ。となると2人だけじゃちょっと心もとないかな。シェリー先輩とかも入れて幅広いファン層を獲得するとか。ありがとうございます、アレクシアさん。あなたの助力があったからこんなにも素敵なステージになりました。いえ、私はただローズ先輩に負けたくないってだけでしたから。裏を返せばローズ先輩がいたから今ここに立っているのであって、だから私も感謝しています。ありがとうございました。まあここまでか。二人ともやりきったみたいだし。シドったらそんなに頬張っちゃって。お姉ちゃんとの久しぶりのランチ、そんなに美味しい？いや、それは姉さんが無理やり口に入れてくるから。あんたを捕まえるのにどれだけ手間取ったかわかる？それっぽい人を見かけたと思ったら別人だったし。お、へえ。まあ知ってるけど。そういえばシドもこの前の記念式典は見たかしら。ローズ王女とアレクシア王女のステージの話をそこら中で聞くようになったのよね。伝説のステージとか言われてるみたい。実はあれ、裏で仕掛けた謎のプロデューサーがいたらしいわよ。へえ、そうなんだ。全然知らなかった。これこれこれ、なりたい存在になれてるよ僕。いやー、いい仕事した。何にやけてるのよ。そんなことないよ。もしかしてあの衣装を着たお姉ちゃんを想像しちゃってた？もう仕方ない弟なんだから。いつもならチャラついたことに興味はないけど、機会があれば見せてあげる。わ、わーい。いろいろあったけどやってよかった。学園の歴史に残る式典をこうして裏から作り上げたわけだし。うん、満足満足。私たちは次のステージへ進むことになるでしょう。でも大丈夫、あなたと私なら。準備いる。戦いの果てに求めるものがあるならば。ありがとうございます。ありがとうございます。オンにします。お疲れ様でした。私たちの力をもってすれば当然の結果です。見に来てくださって嬉しいです。あなただけに特別な姿をお見せしますね。力を示します。戦いの果てに求めるものがあるならば。
この勝利に正しいものに参加。私は歩み続けるわ。見に来てくださって嬉しいです。あなただけに特別な姿をお見せし、準備。突破口は私が開きます。みんな私についてきてください。お疲れ様でした。私たちの力をもってすれば当然の結果です。見に来てくださって嬉しいです。あなただけに特別な姿をお見せします。力を示し参りましょう。突破口は私が開きます。みんな、私についてきてください。オンにします。次、オンにします。お疲れ様でした。私たちの力をもってすれば当然の結果です。来てくださって嬉しいです。あなただけに特別。あなたが来るのではと待っていました。やはり私たちは運命でつながっているのですね。エスコートはお任せください。まずは力を示すことよ。情報を聞き出す必要がありそうね。手加減しなきゃダメよ。時間の無駄だ。時間の無駄だ。私たちは次のステージへ進むことになるでしょう。でも大丈夫、あなたと私なら。王と武神流の力。大切なものを守るため私は行きます。シャドウ様の前に立ちふさがる者は全て排除する。お疲れ様でした。私たちの力をもってすれば当然の結果です。
見に来てくださって嬉しいです。あなただけに特別な姿。情報を聞き出す必要がありそうね。手加減しなきゃダメよ。はあ、主様の熱い視線を感じる。失礼いたしました。主様、いらっしゃいませ。シャドウ様のお眼鏡にかなう品があれば良いのですが。いらっしゃいませ。シャドウ様のお眼鏡にかなう品があれば良いのですが。影の英知を再現させていただいた。さあ行きましょう。足が止まっているようだけど、まさか怯えているわけじゃない。王と武神、シャドウ様の忠実なる下僕として、全ての敵をあの方に邪魔をする者は全て葬る。始まったみたいね。そろそろ私も動こうかしら。時間の無駄だ、時間の無駄だ、時間の無駄だ。さあ行きましょう。足が止まっているようだけど、まさか。見に来てくださって嬉しいです。あなた。